ユーラシア大陸の南の北緯26度から46度に位置する弓状に南北3000km に長く広がる日本列島。北海道、本州、四国、九州の4つの大きな島と6852の島々からなる約38万平方キロメートルの国土の7割には豊かな森林と山岳が広がり、そこには3万を超える河川が流れ里山を形成し、周辺には太平洋、日本海、オホーツク海、東シナ海の海源が広がり、黒潮、親潮などの海流が約3万5000キロメートルの海岸線に打ち寄せます。豊かな大自然を育む日本には世界に類を見ないほど多種多様な動植物が存在し、1万6000年前より人々が暮らしてきた歴史があります。四季折々の自然の変化と向き合い悠久の時を重ねてきた日本には、自然と共生をする独自の食文化圏が列島の各地で形成され、日本料理、郷土料理としてその息吹を現代に伝えています。今地球サイズで温暖化や自然環境の変化が加速する中、より一層の自然共生型のフードシステム形成の期待が高まっています。私たち日本国に存在する食や食文化の要素の中にある未来の地球社会への本質的なヒントを紡ぎ、世界中の人々と共にアップサイクルを創出していくために、番組を通じてこれからの日本文化の在り方を紡いでまいりたいと思います。まず私が伺ってみたいのが、食のプロフェッショナルとして圧倒的なビジョンとご経験を持っておられて、食というものの可能性を最前線で広げているモチベーションのような部分、さらに料理を通して環境問題を訴え続ける、日本の持続可能な日本の食文化を、例えばガストロノミー、美食学という観点において料理として表現されている現代の先駆者のような人なんですけれども、その辺成沢さんは料理を通じて哲学をどのように表現しようとされているんでしょうか。今こう料理人としてこう食に関わることに対して、すごくこう率直に言うと幸せを感じています。それはなぜかというと、食べるっていう行為が、人が生まれて、亡くなって最後を迎えるまでもうずっとこう付き合っていくことで、それに対してこうプロとして関われるっていうことが、自分にとってはすごくこう喜びであり、そしてこう、やりがいにもなります。まずはですね、その時その時やっぱり自分で感じたことを食を通して表現しているっていうふうに言った方がいいと思うんですね。地球規模でものを考えるのと同時に、今自分の身近な問題もすぐにこうアクションを起こさなきゃいけないということで、だからそういうその全体を見ながらもやっぱり身近なことも行動していくっていうのが、それぞれの国のシェフたちを見てるとやっぱり今できること何をするかっていうのが素敵だなと思いましたね。表現者、料理人ってあまり表現者っていう言葉は今まで使ってこなかったです。職人っていう言葉、あるいはクラフトマンっていう言葉が多かったんですけど、そこから表現者とパラダイムシフトしていくこの面白さってとてつもないんですけれども、まさにサステイナブル&ベネフィシャル
里山求人というのが成沢さんの象徴的な活動であるんですけど、詳しくその簡単な活動の仕組みについて、あるいは狙いについてお話をしてもらいます。まさにこれがその日本の里山の精神というか、里山文化の素晴らしいところなんですね。まあ、あのベネフィシャルという言葉は心と体に有益という意味で、あの里山の生活がまさにその精神的にもいいし、そして体にも良い食生活が送れるということ、そして同時にその古き良きというか、今でももちろん残っているものは残ってますし、そういう生活をされている方多くいますけども、そういったその自然と近い場所で生活されている方の生活様式って、本来の良い生活様式っていうのが、環境にも良い、森にとってすごく健康を保つ重要な仕事なんですね。そういったものが日本の本来の生活にはあるよっていうことを、まあ、日本人はもちろんですけど、世界の人に知ってもらうときにちゃんと言葉で表現しないとわからないんですね。だから Evolve with the Forest とか、これは森と共に生きるっていうテーマであったり、Beneficial and Sustainable Gastronomy っていう言葉、いわゆる今までそのサステナブルとガストロノミーがくっつくっていうことがその当時なかったんだけど、2009年頃ですね、ブラジルのサンパウロであった学会で初めて発表したんです。その当時やっぱりその日本ではまだまだ環境っていう言葉が特にこの、飲食業界では、ないに等しかったんですけど、もう世界では特にそのアマゾンを抱えているブラジルとかペルー、それから北極に近い北欧とかはその自然の危険な変化にも気づいてるわけですね。でその当時からもそういう学会があったんです。でテーマがサステナビリティだったんですね。で、まあ、僕はその前からそのサステナビリティとガストロノミーの融合というテーマでやってたんで、呼んでもらって、発表したんです。で僕はそういう時に何を発表するかというと、料理技術ではもうその時点でなかったんですね。そうではなくて、日本の素晴らしさ、日本ってこんなに、素敵なんですよと、日本にはその山があって海があって、ね、海岸線の長さなんて世界で6番目ですから、この日本、こんなちっちゃな島国、アメリカよりも中国よりも海岸線が長いわけですね。それだけ海と森に挟まれた本当にわずかな、スペースで上手に自然と関わりながら生きている、なんかそれがやっぱり自分の中では誇らしげで、僕が成沢が成沢がでは全然なく、なんか勝手に、日本ってこんな素敵なところですよ、なんか東京の風景だけが日本じゃなくて、もっともっと素敵な、本来素敵なその生活もあれば文化だからこそ、そこからみんなが好きな天ぷらも寿司もその後にこう生まれてきてるんだっていうことをね伝えたくて、はい、でそこからですね、ベネフィシャル、それからサステナビリティ、サステナブルなガストロノミーという言葉を掲げて、自分としてはこう、料理を作るということになったんです。自然の環境に近いところで生活している70代80代、そういう方々が持っているその知識、生活の知恵、とてつもない深いんですよ。やっぱり先人の知恵、やっぱり森と生きている人たちの知恵ってすごいなと思ったし、そんなことがとにかくどん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 出てくるわけです。でもうこれはこの日本の素晴らしい財産、まあ、70代80代のおじいちゃんおばあちゃんの知恵っていうものを後世に伝えていかないと大変なことになると思ったんですね。ありとあらゆるその知恵があるわけです。例えば漬物一つとってもそう、ぬか漬け一つとってもそうだし、大根を干す知恵、まあだからそういうその里山にある生活食文化っていうのが本当に必然的にその土地の気候とその与えられた地形の中で、どう生きていくかっていう中で生まれてきたその生活の知恵が全国にある、とにかく
自然に近い場所に足を運ぶの終わりがないです。今でも発見ばかりだから、やっぱりその豊かなこの日本の里山の文化知識、もっと言うと食文化っていうのが、どれだけ自然環境にとってもいいか、そしてもっと言うとその、心と体にとっても有益かっていうことを、まあこれを、まずは日本人には伝えないといけないし、もっと言うとこれが世界中でも捉え方によっては生かすことができるなと思い始めたんですね。特に世界に類を見ないあの距離感、あの関係性っていうのが日本の地図として料理の中で表現されているんですけども、その尊さを訴えようとされているのか。まあ尊さを訴えるというよりは、もっとシンプルに僕は感動して、その日本の豊かさに、なんでかというと、まあ僕も世界中を旅するわけです。でメキシコの、ユカタン半島の方に行って、その現地の昔から続く文化や料理を食べたり、ペルーに行っても標高の高いところに行ってその食材や料理を食べたり、でその土地土地には大親友といえるシェフたちがいるんで、彼らの表現も見ながらこう旅していると、日本はこれはもうダントツ世界一だなっていうのをつくづく感じるんですね。でまあそのなんか喜びがあって、それを料理で表現したいっていうのが一つと、もっと言うと、その魅力を世界に発信してい、きたいっていう、日本って素敵でしょっていうのを伝えたいという思いがある。でそれと同時に、やっぱりその今おっしゃったように、まあ一番大事なのはその価値を分かる、分からない人が、自然を破壊していってしまうし、日本人の場合は自然を破壊するというよりは自然から離れちゃってることが一番問題で、人が森に入らない。だから日本の森って原生林っていうのは本当にないに等しいんですね。一部あったとしても、ほとんど人が木を植えて育てている森なんですね、これ。ということは、ずっと人は森を手入れし続けないといけないんです。放置しちゃいけないんですね。それがされちゃってるんです。日本の森が今放置されてしまってることによって、森が傷んでいって、で森の栄養が海に行かなくなる。で途中の家庭の場所にも影響が出る。まあ、例えば、野生のイノシシとかシカが森にいられないから人里に降りてきてしまうとか、で海に栄養が行かないので当然海に、から取れる生物がどんどん減ってきてしまう。やっぱりこれだけ素晴らしいこの自然環境、森だから、これを料理人としてね、何かできることはないかっていうのが、まあ本当にシンプルな流れです。食と社会の関係っていうのはもう避けられないわけですよね。でマクロな部分でその地球環境の話をシェフたち世界中で集まってそういった問題共有をされていると思うんですけれども、もう少しこう小さい話でいくと、環境問題に対する認識の差っていうんですかね、例えて言うと、そういったいろんなこう環境問題のそれぞれの国が持つ認識の差、そういうのは例えばシェフたちが集まってかなりあると思うんですよね。その辺はどのように埋められていくんですか、お互い共有されていくんですか。まあ、結局その土地土地で、環境条件全て違ってきてる。だからこそその土地にある昔からの料理っていうものが特徴があるわけですよね。今やっぱりそれぞれの抱えている問題っていうものも正直に話しながらですね、どうそれを埋めていくかというか、今自分たちが何ができるかっていうことを考える、そういうその時間を持つことも大事だしっていうことですね。でまあ本当環境っていうことで言うと、日本は水にとにかく恵まれているというか、水に支えられていると言ってもいいし、まあこの水がじゃあなぜ豊かかというと、やっぱり話が戻ってこの豊かな森、山がある。
まあ、海外から見ると日本の川って川じゃなくて滝だって言うんですよ。あれだけの勢いで海に注ぐものはどこの国でも川というものはだいたい流れて止まってるように見える大きな川が多い。これだけ山の上から海までにたどり着く傾斜が激しくてしかも短い、これっていうのもすごくこの島国の素晴らしい与えられた環境ではあるんですけど、まあそれぞれの国でやっぱりいいところもあれば問題点もあるっていうのも話し合います。まあ、僕はいつも思うのはその自分の家族、子供や、親やそれから好きな人愛する人のために料理を作るのと同じ感覚で、お客様にも料理を作りたいっていう思いが、まあ、一番強い。それを考えていくとやっぱり食べる人の健康のことを考えるわけですね。そうすると安全な食材っていうのも絶対だな。その安全な食材が生まれるのはどこかというと全て自然の中からなんですね。海であったり畑であったり森であったり山の中であったりということはそれを自分が実現していくためには自然というものに向かい合わなければいけない。でそうなってくると当然自然環境のことも考えるようになるしですごくそれは自然な流れだったんですね。それをずっと繰り返していく。で、まあ、世界中から声をかけてもらって呼んでもらうようになってで、南米に行ってもヨーロッパに行っても、まあ、特に、料理人の人たちが集まる場ではああ日本から来た成沢だとかああ成沢は何喋るんだろうっていうことをこう期待してもらえるようになったんですね。でその時に、まあ、僕たち何人かのシェフたちとこれだけまあ注目してもらえるっていうことはもっと何かいい影響を与えられるんじゃないだろうか。それといわゆるその美味しいものを食べるっていうことってよく考えると人間なら誰もが求めることなんだけどできてない人もいるよなって考えるようになるんですね。今飲む水さえ手に入らない人もいるなとか明日食べるいわゆる生きるために口にしなきゃいけないものも手に入らない人もいるなとかもちろん自分と自分の周りだけを見ればもしかしたら満たされた人が多いかもしれない。いわゆるその美味しいものを食べ、っていうことを求められる人がいる中でそうじゃない人たちもいるねっていうことを感じ始めたんですね。僕たちっていうのはここの日本にいながらも当然アマゾンで浄化された水というものは回り回ってきてるしアマゾンの森から作られた酸素だって吸っているとも言えるんですね。でそうすると南米だけではなくてヨーロッパ各地南半球北半球全てつながってる。でそこに住む人たちっていろんな条件環境の中で生きている人がいる。何かそれに対して自分たちが少しでもプラスになれるようなことができないだろうかってまあそれがちょうど10年ぐらい前ですね。そういうその環境問題ストレートに食に関わることだけではなくてもう地球全体の社会問題というものも見て見ぬふりはできないねっていう考え方に変わっていったんです。で、これは僕一人でそういう考えに至ったかというとそうでは決してなくていろんな世界中のシェフたちと触れ合うことによって例えばですけどコロンビアのシェフとか、まあ、ペルーにしてもそうメキシコにしてもそれぞれの国でそれぞれの問題を抱えている中で表面上は僕たちいわゆるガストロノミーって簡単に言っちゃいますけど何かこう美味しいものであったりさっきまで話したような何かこうストーリーであったり歴史であったりその土地の食文化っていうのはいいんだけどもそこに一緒に住む人たちが抱えてる問題っていっぱいあるよね。で何かできないかって考え始めましたね。まだまだ10年ちょっと前
からスタートしてますけども、まあ年に一度ある場所に集まって会議もするんです。話し合いをする。それはもう地球上で起きている社会問題全てに対して。だからもしかしたらその今までは見て見ぬふりをしていた、例えば紛争の問題であったり原住民の問題、オーストラリアもあるしアメリカもあるし、もっと言うと宗教的な問題から、すごく差別されていたり、あとはもう女性が教育も受けさせてもらえないとか、女性は仕事に就いちゃいけないとか、そういったことを全て含めて自分たちがもう関わっていこうと、何か具体的にできるかどうかというよりも、やっぱり今世界中にいる多くの料理人の中でちょっと見てもらえてるっていう部分をいい方に働きかけられたらいいなっていう思いですね。まさしく今ずっとお話しされてるのは料理人の役割、あるいは社会的な責任の役割という、それこそ自体がもう完全に進化していると感じられるんですね。でもずっとその話をされてて、料理技能とか調理の提供という、あるいは美食をたしなむというだけにとどまらずに社会をデザインしていくという役割の区域にも入ってきていると。でこれずっと15年ぐらい前からそういった運動、あるいはシェフによる認識が社会そのものよりもはるか前から運動がもう活動されているんですね。で例えばサンセバスチャンのガストロノミカやらマドリードフュージョンやらマッドやらと、本当にこう先駆者たちがそういったも世界環境問題環境をシェフたちの社会的役割と役割をどのように担っていくべきかというふうに、もう SDGs が始まる前から進んでいると思うんですけども、この10年ぐらいの変化どのように進化していったと感じられてますか？やっぱり一つは料理人がやっぱり自分がその立っている場所の歴史と文化を表現する料理というものをしっかりと作るようになってきた、世界中が。それは一つすごく重要な部分で、そうすることによってやっぱり自分の、まあ、住んでいる空間、例えばレストランがある、場所のことを深く探っていくわけですね。だから本当に40年前50年前のように珍しい食材を世界中から一つのレストランに集めてそこに来る人たちに提供するという形ではなくて、日本であれば日本の食材を徹底的に探って出会いを求めて、で日本人に対してもそれから世界中にから来るお客様に対しても、日本ってこんな素敵な食材あるんですよとか、それが世界中で起きたっていうことがすごく大きいと思いますね。それがイコール人がその旅をする楽しみにもなった。だからね、例えばメキシコに行けばメキシコの文化と歴史とが感じられるような、その土地の食材、それから昔からある料理方法を現代の形に少しこうなんていうんだろう、進化させてというかアレンジしてというか、それで楽しませてくれる、まあ、そういうその流れにこの15年ぐらい前から一気になったっていうのは、すごくいろんな意味で大きいと思います。それともう一つ、そのいわゆるガストロノミー、まあいろんな解釈の仕方がありますけども、これっていうのは動物の中で唯一人間に与えられた、より美味しく、より美しく、より快適にとか、いわゆるその人間らしさにもつながっていくわけですね。だからそれが人間らしさであり文化にもなっていくので、これを諦めるべきではないと思うんです、どんな時代でも。だから人間って例えばそのじゃあ焼け野原の中でそれでも食べなきゃ生きていけない、でそういう状況下であってもこちらで、その雑草を使って食べる時と、それよりちょっと美味しく
その雑草を食べさせるような人がいたら、みんなそっちを求めるんですよね。その環境下でもより美味しくとかっていうのは、人間はすごく動物的になる部分だと思うんですね。動物的であり人間らしさである。だからまあこれは本当に世界中で言われていることで、国内の経済がすごく悪化している中で、この国にガストロノミーレストランは必要なんだろうかっていうことをある国で、ジャーナリストから聞かれたことがあるんです。で、その時僕の横にいたもう本当にその国を代表するおじいちゃんですけど、シェフは、それはもちろんだよと、俺たちは人間だからっていう、まあすごく力強いし、それがまあいろんな意味で全ての人にいい影響を与えられたらいいなと思いますね。今回のテーマである里山、私たち人類は森や大地や水や海の恵みを享受し、動植物の命の循環の中で文化を形成してきました。里山を軸に食の可能性を追求する成沢義弘氏の活動や思想を通じて、食や食文化を通じた新たなクールジャパンの展開の可能性を知ることができました。世界的に人口が増加し、人間社会の営みが拡大していく中、自然と共生をするライフスタイルへの関心が高まっています。私たちが暮らす日本に存在するさまざまな文化資源の根源には、自然との共生を軸とした精神があります。地球社会の中で日本の役割が求められている現代に、私たち内閣府クールジャパン官民連携プラットフォームとして、社会を好転させていくようなアップサイクルをどのように推進していくべきか、今回は対談を通じて多くのヒントを積むことができました。 Future Food Design of Japan、 食から紡ぐ日本の未来価値、これからも探求の旅を続けたいと思います。